タマーラ・カルサビナ、タマーラ・プラトー・ノブナ、カルサビナ、カルサービナとも、1885年3月10日から1978年5月26日は、ロシア出身のバレリーナである。ロシア提出、マリーンスキー劇場のプリマ・バレリーナを務める一方、セルゲーディア・アギレフ主催のバレイリーズ、ロシアバレエ団における中心ダンサーとして活躍した。 古典から実験的な作品に至るまでをこなし、幅広い芸風で多くの観客を魅了した。ロシア革命を機にイギリスに亡命し、同国におけるバレエの発展に大きく貢献した。アンナ・パブロアと並び、二十世紀前半を代表するバレリーナである。1885年、サンクトペテルブルクに生まれる、低質バレエのダンサーであった父プラトン・カルサビンの 影響で幼少時からバレエダンサーを志し、家族ぐるみで付き合いがあった元ダンサーのマム十子は、ついで定室バレエを引退した父からバレエのレッスンを受け、1894年に定室マリーンスキー劇場付属舞踊学校の入学試験に合格した。定室舞踊学校では上級に進級した際にパーベルゲルトのクラスでバレエを学び、規定年齢の18歳に満たない17歳の時、 主席で卒業した。その直前の1902年5月に、マリンスキー劇場でデビューを果たした。提出バレエ団には、コールドバレエ、軍部を経ずに、コリフェとして入団し、ロシアバレエ界の重鎮、クリスティアン・ヨハンニや、エンリコ・チェケッティラに指導を受け、3年目には、第二ソリストとなった。日露戦争中の1905年、地の日曜日事件が、 ロシア第一革命に発展し、至るところで自由を求める機運が高まると、提出バレエ団においても、ダンサーたちの間に、芸術の自治や、給与引上げなどを給る運動が起こり、選出された方勤、パブロは、カルサビナなど12人の大義士らは、劇場の支配人テリアコーフスキーに対して単願書を提出した。この運動は、団員内に深い亀裂を生じさせ、 このためにカルサビナと親交が深かった、セルゲイ・レガートは喉を切って自殺した。結局、ダンサーたちの要求は通らなかったが、カルサビナらの処分は、ストライキなどに対する勲告のみで、その後の活動には影響しなかった。これより数年前、カルサビナは、ホーキンと恋愛関係にあったが、カルサビナの母親が反対したために結婚は、実現せず、1907年に、 財務省に勤めるワシーリー・ムーヒンと結婚した。1906年以来、パリでロシアの絵画や音楽を紹介し続けたセルゲーディア・アギレフは、1909年にシャトレザを舞台とするバレエの公演を企画した。この事実上のバレエリュスの旗揚げ公演は、夏季休暇中のマリーンスキー劇場のダンサーを借りる形で行われ、パブロワやフォーキン、ニジンスキーと共に、 カルサビナもこれに参加した。この時に、パリの街中に貼られたポスターには、セーロフガによるパブロワの姿が描かれており、提出バレエ団のプリマバレリーナであったパブロワは、公演の目玉とされていた。しかし、彼女はアドルフ・ボルムや、ニコライ・レガートラと、小さな一座を率いて、東欧を巡演中であったため、1ヶ月にわたった、バレエリュス公演のうち、参加できたのは後半のみであった。 パブロワを描いた状態で始まったバレエルスの公演最初の作品、アルミードの館において、カルサビナは主人公、アルミードの友人という脇役を演じたが、バルディナ、ニジンスキーと共に踊った本筋と関係のない途中のパードトロワがパリの聴衆に高く評価され、翌日のルフィガロ神の第一面には、ニジンスキーとカルサビナを描いたで、が大きく掲載された。また、 公演期間の途中に、アルミードの館の主演バレリーナであったベーラ・カラーリンが団員と駆け置きするという事件が起こったため、カルサビナは急遽代役としてアルミードを演じることとなり、このことで、ますます名声は高まった。パブロワがパリに到着した頃には、すでにカルサビナは定館誌付きのラ・カルサビナして、パリの人気を独占しており、公演終了後には、カルサビナのもとにイギリス、 アメリカ、オーストラリアなど、各国の劇場からオファーが殺到した。翌1910年、パリオペラ座で行われた公演では、パブロワを主役とするジゼルと火の鳥がプログラムの中心に据えられる予定であったが、パブロワがロンドンのパレス劇場との契約を有させたため、いずれの演目もカルサビナが、タイトルロールを演じることになった、一説にはパブロワが、 火の鳥の音楽を理解できず、剣をしたからであるとされる。ジゼルがフランスで上演されるのは実に1868年以来のことであったが、観客の反応はかんばしくなく、注目されたのはむしろ新作の火の鳥音楽イーゴリ・ストラビンスキー、振付、ホーキンの方であった。作曲者のストラビンスキーはキャストについて、パブロワが火の鳥役にふさわしく、カルサビナには、 王女の役が適していると考えていたが、実演でのカルサビナの完璧な踊りに満足した。カルサビナの火の鳥は、パブロワの瀕死の白鳥に匹敵する当たり役だとされている。この2年間の成功により、ディアギレフはバレエリュスを常設のバレエ団とすることを決意し、団員を集めた。提質バレエ団を対岸して、バレエリュス専属の踊り手となる者も,も多かったが、 カルサビナは1910年に提出バレエ団のプリマバレリーナに昇格しており、この身分を保持したままでバレーリュースに参加した。二つのバレエ団を掛け持ちすることが可能だったのは、金属年数が短いカルサビナの収入を保証する目的で、提出バレエ団がプリマバレリーナでありながら身分をゲスト扱いとし、自由に休暇を取ることを認めたためである。バレリスでのカルサビナは、 第一次世界大戦までに、バラの聖、1911年の乙女役、ペトルーシカ、同年の踊り子役、タマーラ、1912年のタイトルロール、ダフニスとクロエ、同年のクロエ役、ユーミ、1913年の少女役、サロメの悲劇、同年のタイトルロールなど、多くの作品に出演した。ニジンスキーは、この時期の良きパートナーであり、バラの聖、 ペトルーシカなどで息の合った演技を披露した。1914年、カルサビナはその年のバレエリュースの公演を終えて帰国しようとしたが、ロシアの手前まで来たところで第一次世界大戦が勃発したためドイツからオランダやイギリスを経由し苦労してサンクトペテルブルクへ戻った。以後5年間はバレエリュースでの活動は不可能となり、 マリーンスキー劇場での活動に専念することになった。この間、私生活においては、最初の夫ムーヒント離婚し、1915年に、イギリスの外交官ヘンリー・ブルースと再婚して一時を設けた。大戦中の1917年、ロシア革命が起こって、ロマノフ朝のロシア帝国は崩壊したが、新たに発足した革命政権は、芸術家を保護する政策をとり、 カルサビナはダンサーの委員会の長となってバレエ公演を続けた。しかし不安定な正常の中、1918年6月に夫、息子と共にロシアを脱出し、イギリスに亡命してロンドンに永住、以後ロシアに戻ることは二度となかった。1919年からはバレエリュスの活動を再開し、三角防止、1919年の粉屋の女房役。 ナイチンゲールの歌、1920年のナイチンゲール役などを演じる。この他、プルチネルラ、1920年などの初演にも関わるが、大戦前に比べると出演の頻度は少なくなった。1928年には、精神を病んだかつてのパートナー、ニジンスキーと15年ぶりに再会する。彼のために、ペトルーシカの踊り子のコスチュームをしてみせるが、 ニジンスキーの記憶を呼び戻すことはできなかった。この時にカルサビナがニジンスキー、ディアギレフらと撮った記念写真が残されている。ディアギレフの死の前年のことであった。イギリスに渡ったカルサビナは1930年から1931年にかけてマリー・ランバートが創始したイギリス初のバレエ団、バレエクラブ、後のバレエ・ランバートにゲスト出演した。 1931年にはバレリーナとしての活動からは引退するが、バレエクラブやロイヤルバレエなどイギリスのバレエカンパニーにバレエリュスやマリーンスキー劇場のレパートリーを伝授しスけを与え、フレデリック・アシュトンやマーゴ・フォンテインなど多くのイギリス人ダンサーに大きな影響を与えた。マーゴ・フォンティンはカルサビナの代表作、火の鳥を伝授されている。また分活動も、 盛んに行い、雑誌、ダンシングタイムへのエッセイ寄稿のほか、バレエテクニック、1956年、クラシックバレエ、動きの流れ、1962年などの理論書、前半生を綴った、自伝、劇場通り、1929年、1947年に、第28章、ディアギレフを、追加を執筆した。カルサビナは1910年に初めて、 ロンドンを訪れた頃には全く英語を話せなかったが、これらは全て英語で執筆されている。1946年から1955年にかけてバレエの教育や資格認定を行う組織ロイヤルアカデミー・オブ・ダンシング・ラジアン、現在のロイヤルアカデミー・ダンス副会長を務め、他にバレエ評論家、アーノルド・ハスケルと、 ダンシングタイム編集長リチャードソンによるカマルゴ協会に協力するなど、イギリスのバレエ発展に大きく貢献した。1951年に夫を失うが再婚はせず、1978年にベコンズフィールドで死去した。当時のバレリーナの中では軍を抜いて知的で、教養にあふれていた。5歳の頃には文字を覚えて、新聞の連載小説を読み、 プーシキンやレールモントフの死に親しんだという、提出舞踊学校時代には、ディアギレフラの主催する芸術世界の展覧会に欠かさず、足を運び、舞踊学校を主席で卒業した際の記念品として、ゲーテのファウストを希望したバレー・リュスでのデビュー後に、各地から出演依頼が殺到した際に、ロンドンの劇場を選んだ理由もディケンズが好きだったからである。このため、 ディアギレフやブノアなど、バレエリュスの幹部にも高く評価され、早くから彼らの会議に出席することを許された。ディアギレフは、同性愛者であり、カルサビナを、我が子と呼んで、可愛がったが、その一方で、カルサビナの美貌と知性には、かすかな恋心を抱いていたと言われている。また、当時のバレリーナの中には、パブロは、ニジンスキーのように貧しい家庭出身の者が少なく、 なく、生活のために、パトロンに体を売ることも行われていたが、カルサビナは、ある程度豊かな家庭に育ったこともあり、保守的で低操が硬かった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。